毎度立野です。今日はですね、前回、ビューティージャパン山口広島大会で、山口代表になった、ゆかりさんのお友達、あやみちゃんとみひろちゃんっていう方やねんけども、まあ、こう結構なんかこうテルミっていう音楽とかとピアノをやってるみたいで、うちでなんかこう、まあ、こうイベントさせてもらえませんかっていうことで、まあこう大正館に今来られたんですけども、まあ今日朝10時に集まろうねって言ってて、2人はですね10時半に来て、ほんで紹介元のゆかりさんをですね、11時15分ぐらいになるとっていうことなんですけど、まあまずね2人来たのでちょっとね取材していきたいと思います。ほな行こうか。はい、あちょっと2人何をしてんの何をしてんの、もう用意周到がもう半端ないな、これいつも勝手飲んでるこうやって、ほんま勝手になんかもうコーヒーも飲んでもうてるしやないただいてます、いただいてます。いやもうほんまによろしくお願いいたします。お願いします。パンチ聞いてるけど、一つ聞けるけど地球人、二人とも、うん、一応ね一緒です、同じ赤い血が離れ流れてます。今日は何でここまで来たんですか。今日は、うん、ランチと何でここに来たんですか。アプロマやね。いやもうほんまにね、もうこれもう円盤乗ってきたんちゃうかっていうぐらい勢いやねんけども、二人はね、本当ね、いやそうです、もうこう見えてね、この二人はねこの芸能人でもあって、でまあこの芸能人図鑑にも載ってんねんね。みいろちゃんとあやみちゃんね、はい、山口県のタレント図鑑、はい、誰も見てない、誰も見てない、誰も知らない、誰も知らない、誰も知らんからな、こういう時めっちゃ張り切ってんだけど、みんな応援しちゃってな俺な今日ほんまだ、これびっくりしてん、今日な2人こうこの会話で楽器持ってきてちょっと演奏してくれるっていう話になってたと思うんだけども、楽器持ってこんと、楽器持ってこんだやで、しかもな10時言ってて10時半に来て、わけわからんこんなメガネ持ってきてんの。10時半ってことやったね。ほんまに10時半だった、ほんまか2人とも、ゆかりさんと10時半にしとこうねって言われた、昨日確認した、ほんまに、うん、怪しいな10時半、その言うてたゆかり姉さんが今日10時15分になると、はい、何をしとんねんほんまに、あの姉ちゃんはほんまにもうええから顔見しえや、ほんまそうやね、ほんまにね、美人がバレる、美人、おこれがみひろの正体です。お視聴者さんはこうどう思ってるか、美人なのか美人じゃないのか、想定通りやな。はい、あやみちゃんは。ほんと。あれか。芸人行こうか。何の真似か聞いてあげてくれ。何の真似これ。香港さ。似てるわ。若干似てるわこれ香港さん。呼んでもいいですか。同い年やろほんま、何言うてんのも厚かましいなほんま、ギリギリ一個しても同じ世代でええがな。何月生まれですか。6月ほらお兄ちゃん、私11月、あーほんとや、縦にハマったっすわ、5ヶ月お兄ちゃん誕生日なんか聞いてんのに11月が昔やがったほんま、あと2ヶ月後、2ヶ月後、ね、ほんまもう言うてるもんやね、ほんとや42になります。42になっちゃう、そうなんやな、もうええちゃったスパイダーやべ、スパイダーはバイブーバイブー、息子さんとやってんねんなこれな、そうな、どんな風にやってたスパイダーシュッてやったら息子もシュッてこれがテルミンの演奏者ですよ本当に。はいはい、どうぞ、はい入ってください。うわ来ましたよ、これビューティージャパン山口代表のゆかりさんと、どうもこんにちは。クリスタルクリスタルボールの演奏者。うわすごいなこれほんまに水晶の粉で、水晶の粉を高温で溶かして、うん、こうなんかこういうなんか型にこうなんて言ったの、入れて焼いて作られた楽器 で、うんうん、でなんかね海外ではねガン治療とかにも使われてるのがあって、ガン治療にも使われてるんや、すごいな、なんかケイ素と私たちの骨とか、あの血管とかにあるケイ素とクリスタルボールのケイ素が共鳴して、
音と波動が細胞まで届くっていう風に言われていて、うんうん、あ、そうなんや。あのね、20分聞いたら8時間の睡眠に匹敵する。すごっ、すごいでしょ。それめちゃめちゃすごい。俺それめっちゃ欲しいわ。そう、マジでもう常に睡眠不足だから欲しいそれ。そうなんですよ。だからね、脳波が究極のリラックス状態のシータ波っていうのなんですよ。シータ、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 シータ。面白い。はい、まあ、今ちょっとね、あの、うん、来てもらったこうメンバーに、まあ、あのうちの、まあ、この広間とか、まあ、レストランとかどこで演奏できるかとか今いろいろ紹介してんねんけども、まあ、いろいろこうやってね見学的な感じでこう見てもらってます。あ、これピカピカしてんのはあの電球が温まったらもうあの落ち着くんですよ。あ、そうそう、ちょっとおしゃれでやりよう。キラキラの、あ、これね、キラキラさせようと思ったら、そうやろ、これね。そうそう、一気に一気に一気に電気をこうバーンってこう、こう発熱させてしまうと、やっぱりまあその外との この寒暖差でこうどうしてもこう電気がパチッでちょっと落ち着いてくると一定してこうずっと光ってくれるってなるんですよ。で、広い会場になってくると、広い会場になるとこの壁をまあ要はどけてぶち抜いて200人ぐらい入れるような会場も作れる。ぶち抜ける、できる、できる。すごっ、うん、これすごい。ファンになったらこれは。すごい。なってないか。ファン、ファンよ。ほんまですか。ファンよ。もうこれな。もうな。ファンよ。もうでもほんまにもううさんくさいなと思って。ほんまにうさんくさいのこれも。すごい。ね、すごい。うん。あ、縦に。あ？あの、この子変名するんですよ。なんで？変名？あ、なんか変名聞いたことあるで。めっちゃ面白い。来るぞ。できる。ここできる。できる。ここできる。できる。よく面白いです。ちょっと。ちょっと。やったー。何をすんの。何をすんの。何を。何をすんの。何をしてんの。もし、もし。うん、あの耳の演奏との後にご希望であれば変面も出てくるっていう、うんうん、なるほど。変面もな、はあ、そんなもできんねんな、はあ、またこれ携帯になるわ、これ撮ってんの。撮っててくださいね。おもろい感じになってきたな、これ長門の格好があるってなった時に、うんうん、それはもう縦にご案内して、縦に、俺の方が年下やね、縦に言われるから。縦にご案内して、縦に、なるほどな、長門の格好ね、うん。いや、それ面白いね。だから結局まあ要はこう2人がこうやってまあ演奏してくれて、そこでまあ宿泊プランで、ね、そこでまあエステついてっていう風になってきたりとかすると面白いかもしれんし、で佐藤子さん、佐藤子さんとね、こうゆかりさんのこの癒しの空間で寝てもらう目的で、まあそのまあ施術ある時にまあこうシガちゃんを入れて、でこれでまあ施術をこう前はコラボでやってもらってみたいな。すごいな、だね、これはええなぁ、うん、何のピースやん。やめとけやめとけ、もうやめとけ、もうゾンビに見えるもん。ほんまにもうやめとけやめとけ、もうハロウィンだから、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 もうやめて、もうほんまにやってみてしまって今の顔ほんま。え、どれなんで、もうそんな綺麗にしてるのダメですよ。水のみきにのしばちゃん、でけへん、でけへんわな、やっぱりね、そういうキャラちゃうねん、ほんまに彼女はほんまに。そうやね、ダメダメ、まあ、いやでもこれちょっといい感じになりそうですね、うんうん、あとは時期的なもんで来年にやって、でまたこうどういうふうにあのインスタとか、うんうんうん、あの SNS 上げていくかとかっていうので、ね、お話ししていきましょうか、うんうん、はい、すごいね、点と点がつながってこうすごいね、線になってもう円になってるよこれ。イエーイ、入ってる入ってる入ってる。